以後第201潜水艦は、日本海軍の潜水艦。E201 型潜水艦の一番艦。太平洋戦争末期に竣工したが訓練に終始し、戦後アメリカに引き渡された。マルセン計画の潜水艦後、第4501号艦型の一番艦、歌唱艦名第4501号艦として計画。1944年3月1日。 クレ海軍交渉で寄港。6月20日、伊号第201潜水艦と命名されて、本席をクレチンジュフと仮定し、イ201型潜水艦の一番艦に定められる。7月22日浸水し、本席をクレチンジュフに定められる。8月8日、偽装院事務所をクレ海軍交渉内に設置し事務を開始。百四十五年二月二日春行し、 エキムを、クレチンジュフ練習圏警備潜水艦に定められ、五潜水船隊第33潜水隊に編入。8日、大田警開港。13日から、イオナダで訓練に10時。24日、クレに帰島。3月8日から、イオナダで訓練に10時。11日、クレに帰島。4月30日までクレに在泊。4月15日、 第33潜水隊から除かれ、第6艦隊第11潜水船隊に編入。30日から、伊予灘で訓練に従事。5月、訓令による、魚雷発射実験に従事。19日、呉に帰島。5月30日、訓令実験終了後の舞鶴開港を指示される。6月4日、長芸、以後第373潜水艦と共に、舞鶴機。以後、 マイズルを基地として訓練に従事。15日、第6艦隊第34潜水隊に編入。8月15日、第34潜水隊が解体され、第6艦隊第15潜水隊に編入。終戦時はマイズルに所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除九1946年1月12日、ハワイへ向け佐世保を執行。 ハワイでアメリカ海軍により調査され、調査終了後の3月、オアフ島沖でアメリカ潜水艦海満の実感的として、撃沈処分された。坂本金美少佐、1944年8月1日から1945年2月2日。坂本金美少佐、1945年2月2日から1945年11月10日。本来の官名表記は、 イコ大二百201潜水艦。ありがとうございます。